やっほーどうもモロです。今回ですね、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで今回2024年一発目の動画ということで、今回はマロから8個ねお知らせがあるのと、ログインボーナスで金地球をせっかくゲットしたので、こちらをね回していこうと思います。で、すごいねびっくりな情報もいっぱいあるかと思うので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速やっていきまーしょう。一つ目、これはねもうこの動画を見てる皆さんお気づきの方多いのではないでしょうか。なんと今年からマカロニーズの YouTube アイコン、バナー画像、動画途中のロゴ、エンディングが新しくなりました。で、このアイコンとバナー画像は前回の動画で紹介させていただいたイラコンの優秀賞、準賞の作品を使用させていただいております。これまでね、前のアイコンあると思うんだけど、実はこのアイコン、そもそもマロのアバではないんですね。なんと、マロが描いたアフレのイラストなんですけど、じゃあなんでマロのアバにしないかっていうと、マロもわかんないんだけど、なんでだろうね。描いてくれた方、ありがとうございます。本当に可愛いイラストです。そして、この動画途中のね、トゥルルーンピコピコってやつあるじゃん。エンディングも新しく変わりました。これねマロが作ったんだけど、めちゃくちゃに頑張ったの。でもこれ本当に早くみんなにお見せしたくて、やっと見せられるってことでね、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、事前にお伝えしてたと思うんだけど、エンディングにはなんとファンアートも1回の動画につき2枚ずつ紹介するので、それも楽しみにしててください。じゃあ次2つ目、マロのファンマーク、ファンネームが新しく変わりました。そう、前までのねファンマークはさくらんぼに羽のマークと、ファンネームがマカロナーズっていう、ね、名前だったんだけど、マロらしさがねあんまりないっていうのと、ファンネームは名前が長いっていうことで、新しいファンマークはうさぎマークに黙々の吹き出しマーク、ファンネームはマロッコに新しく変わります。ね、ちょっと去年もね一回改訂してて紛らわしいんですけど、把握お願いいたします。3つ目、今までマカロニーズとしての SNS 活動は YouTube、Instagram の2つしかやってなかったんですけど、今年からなんと X と TikTok アカウントを開設いたします。で、今まで Instagram では主に企画やパテ、動画投稿の先行お知らせ、コーデ投稿を主にしてきたんですけど、 X では企画、パテ、動画投稿の先行お知らせの他にも、マロのつぶやきやマロのリアルの姿も少しお見せしちゃうということでね、ぜひそちらを見てもらいたいと思います。で、 TikTok もね投稿するんですけど、こちらには YouTube と同じショート動画の他に TikTok 限定の動画も投稿するので、ぜひそちらもフォローお願いします。アカウント名とかリンクは概要欄にも貼っておくので、フォロー待ってます。次、4つ目のお知らせです。4つ目、今まで動画投稿が完全不定期のね、自由気ままなスタイルでやっていたんですけども、今年からなんと週4投稿になります。そう、めちゃくちゃ多くなります。で、投稿は月曜日、水曜日、土曜日の17時にショート動画、金曜日の17時に通常投稿をします。で、今年はねより面白い動画とか、みんなからのリクエスト企画にも答えていきたいので、こんな企画やってほしいっていうのがあったらね、ぜひぜひコメントしてくれると嬉しいです。5つ目、今年から週に1回パーティーゲームを開催いたします。まあ、実はね公認ライバーを目指しておりまして、その目標達成の第一歩としてパーティーを開催しようと思います。で、今年ね応募がかかったら絶対公認になりたいっていう思いでパーティーを開いていきますので、応援してくれると嬉しいです。で、ゲーム内容もねたくさん考えていて、曜日とか時間とかはね月によって変えようと思ってるんだけど、告知はコミュ、インスタグラム、 X でも行うので、ぜひぜひ遊びに来てください。6つ目、
今まで動画投稿はね、ピグが中心だと思うんですけど、今年から他のゲーム実況、そして歌ってみたに挑戦してみたいと思います。で、今考えてるのはゼペットとかロブロックスとかを考えているんですけど、他にこれやってほしいっていうゲームとか、このゲームおすすめだよっていうのがね、あったら教えてほしいです。そして歌ってみたの方もね、これ歌ってほしいっていうのがあったら、ぜひぜひコメントで教えてほしいです。まだまだね、歌が うまいわけではないんだけど、歌がとにかく大好きで、いろんなジャンルに挑戦してみたいので見てくれたら嬉しいです。そう、ピアノもね、マロ自分で弾いて歌もやってっていうのをスタイルでやっていきたいと思うので、楽しみにしててください。で、7つ目、なんと第2回イラストコンテストの開催が決定いたしました。で、これ前回のね、イラコンとは少し違うもので、今回募集するのは先ほど言った歌ってみた動画につけるイラストの専属イラストレターさんを決めるコンテストです。で、これ審査に合格した専属の方には、毎回依頼ごとにね、ちゃんとショップアイテム等をお給料として考えてますので、ぜひぜひたくさんの応募待ってます。で、これ詳しい応募条件、応募方法などは明日コミュに投稿するので、そちらの投稿もぜひぜひ見てください。そしてラストのお知らせ、なんとこの動画よりマロはフレンド募集をさせていただきます。そう、これみんなにね、フレンドなりたいとか、フレンド募集しないのってね、言われてたんだけど、せっかくなので今年フレンド募集をさせていただきます。で、今回の応募枠はちょっと少ないんですけど、そう、10人募集します。で、応募条件はコミュにもね、この後投稿するんだけど、マロのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、これは親とかにね、しちゃダメって言われててできないよって方は大丈夫です。で、それに加えてプロフィールにマロのファンマークかファンネームとか、マロのことがね、書いてある子を優先させていただきます。で、これをね、やった上で、ハッシュタグ第1回マロのフレンド募集っていうタグ付けで、マロへの愛を語ってくれた方が応募条件達成でございます。せっかくね、フレンド募集するなら、マロの愛がより強いこと、フレンドになりたいので、ぜひぜひゆっくり文章を考えてたくさん応募してください。みんなからの応募待ってます。ということで、長くなってしまったのですが、お知らせは以上でございます。最後にですね、本日みんなログインしてる方にはキンチケが言ってると思うんですけど、みんなそれ回した？マロね、まだ回してないんだけど、今から回していこうと思います。まずこちらのガチャチケが来てたピグパミクジプレミアムってガチャを回していきます。何が出るかな。お正月限定のガチャなのかな。何が出るでしょうか。あ、ノーマルですね。あ、なんか中吉背負い白のタツかな、ゲットしました。チビラビウィザードっていうガチャを回します。これ1回回して髪の毛が出てるんですけど、ちょっとね、このウサギの耳がついてるパーカーとか、ウサギのね、耳とか尻尾のセットとか欲しいので、こちら狙っていきたいです。ということで、1回限りの銀ガチャチケ、いってらっしゃい。さあ、何が出るかな。あ、ノーマルかな。これは確定演出がないですね。ノーマル。お、え、待って、狙ってたやつ出たよ。チビウィザードケープってのが出ました。え、やばい、めっちゃ可愛いんだけど、狙ってたやつ来ちゃった。やった。今回キンチケットでゲットしたのがこちらです。めちゃめちゃ可愛くない、このウサギの耳のやつ。じゃあみんなは何ゲットしたの。このお洋服、え、いいね、めちゃくちゃ可愛い。耳当て、いいね、いいね、可愛い。みんな髪の毛、え、めっちゃ可愛いんだけど。チークめっちゃいいじゃん、使いやすそう。制服についてるリボン、あ、見えにくいかな。あ、かわいい。森のお遊戯会引いてこの洋服、え、めっちゃいいじゃん。お、観覧でもみんな言ってくれてる。お目目出たの。
いいな、おめめおめでとう。水色の服、星付き出たの？みんなすごい、めっちゃいいじゃん。じゃあね、この動画を見てるみんなもコメントとかでぜひ星4が出たよとか星3のおめめ出たよってことがいたらね、ぜひぜひ教えて自慢しちゃってください。ということで、癖がね多くてすごい長引いちゃったと思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。この後は新エンディングがあるので、そちらの映像をどうぞ。